はい、お疲れ様でございます。鍋でございます。本日の一杯、はい、ドトールのカフェオレです。はい、これすげえ量あるんですよね。270ミリリットル、すげえいっぱい入ってます。おいしい。今朝なんですけどね、朝はやっぱりこういう感じがいいな。ちょっと甘めのね、こういうので私はこう体が起きるっていうかね、そんな感じですけど、美味しい。はい、まあ、結構甘いですけどね、まあ、カフェオレっていうのもありますけど甘い。うん、本日はこのドトールのカフェオレご紹介しました。はい、それでね、またちょっと iOS ネタですけどもね、ちょっとくどいですかね。まあ、気になってしょうがないんですよね。実際毎日使う、なんていうのかな、ね、携帯電話の状態がね、やっぱりの良し悪しって気になるんで、iOS のネタまたちょっとお話ししますけども、スマートニュースのね、またその記事の中で、iOS 8.1 についてね、10月の20日頃リリースかっていう記事がね、ありました。うん。で、まだやっぱりその 8.0.2 でも、私もよく分かってませんでしたけど、やはり引き続き不具合だと思われる部分はいくつかあるみたいですね。うん。だからその辺を完全に解消した状態で、8.1 リリースを期待するみたいな記事書いてありましたけどもね。うん。iOS のね、8.0.2 の、その不具合っていうのがね、日常的に何か使うもので、致命的なものがあるのかどうかっていうところまで、私もまだ、分かってませんけども、どうなんでしょう。皆さんの中で、やっぱり不具合出てるんでしょうかね。なんか、イノさんのね、iPhone 6 Plus ですか、なんかね、ちょっと調子が悪いとかって言って、動画上がってましたけどもね、もし、iPhone 6、また6 Plus でね、持ってて、うん、ちょっと調子悪いなと思ったらね、またちょっとイノさんの動画とかを見ていただけると、私も同じ症状だわとかっていうのもあるかもしれませんしね、うん。まあ、そんなんでね、引き続き、まだちょっと注目してようかなと思いますけども、iOS 8.1、10月20日にリリースかっていうね、まだ確定ではないと思いますけどもね、そんなような一部情報があるというような記事を見ましたのでね、ちょっとお話ししてみました。